宇野昌磨さん、トヨタ自動車。ディフェンディングチャンピオン、現在3連覇中の全日本王者宇野昌磨、この歓声です。苦しんだ今シーズン、公式練習を見る限り調子は戻ってきています。あとは気持ちをどこまで高めてきたのか。3連覇、宇野昌磨のショート。早くも大きな手拍子の中、最初のジャンプは4回転フリップ、きれいに決まりました。回転トーループ、ダブルトーループ、バタフライからのフライングキャメルスピン、レベル4獲得。最後のジャンプ、トリプルアクセル決めました。足換えシットスピン、しっかりとレベルを取ってきてますね。コンビネーションスピン、ステップシークエンス、少し笑顔も出ています。強い宇野昌磨が戻ってきました。間違いなく今シーズン一番の演技です。後半グループは凄まじい演技で始まりました。いや、これはすごい演技でした。宇野昌磨選手です。お疲れ様でした。ありがとうございました。まずは今日のショート振り返って、率直にご自身でいかがですか？嬉しいです。すごく本当にその、嬉しいという言葉がすごい一番合ってると思います。特に終わった後は過去一番と言ってもいいくらいのガッツポーズが出ました。どんな思いでしたか？予定では4回転3回転なんですけど、ノーミスの演技っていうのが先シーズンからずっとなくて、すごい苦しかったりとかして、今シーズンも特に
うまく調整がいかず試合に臨む機会が多く、どうしても自分の納得いく演技、そして結果も出せずに、まあ、ただやっと1個前のグランプリシリーズからスタートできたなという自信もあったんですけど、それでもやっぱり試合で成功させてみないことには安心や嬉しさっていうのはないなと思ってもいたので、ショートだけですけれどもこのような演技ができてすごい嬉しかったです。もちろん得点はシーズンベスト、さらには冒頭の4回転フリップ、高い加点がつく素晴らしいジャンプでした。振り返っていかがですか？そうですね、本当に今シーズンは4回転フリップにすごく苦戦していたので、まあ、でも最近の練習ではすごくいいものも飛べていたんですけど、まあ、ただ練習でできているからといって試合でできなくてもそこで気持ちを切らさずにちゃんとトーループとアクセルは飛びたいという気持ちがあったんですけど、すごく練習の中でもいいジャンプを本番で飛ぶことができてすごく嬉しかったですし、もうスケートが苦しい時期も今シーズンありましたけど、やっていてやっぱり良かったなって思いました。あさってのフリーにも注目が集まります。あさってはどんな演技を見せてくれますか？そうですね、いい演技をしたい、その気持ち、やはりいい演技をしてこのようにフリーも終わりたいという強い気持ちがありますけど、もう終わった時のことを考えるのではなくて明日の練習、そして明後日の練習、そして本番と一歩一歩目の前のことを最善尽くしてやっていきたいなと思ってます。本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。